日本政府としてコメントする立場にはありません。その上で中国側による一連の軍事演習は我が国を含む地域の平和と安定を損ないかねないものであり、その観点から我が国から中国側に対して重大な懸念を表明しました。特に我が国の近海に訓練区域が設定されており、仮にそのような場所で実弾演習を行うのであれば我が国及び国民の安全保障に影響しうるものであると考えており、その点からも重大な懸念を有しています。我が国として改めて両岸問題の平和的な解決を強く促していきたいと考えております。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。